NGTS-4B は、鳩座の方向に約920光年離れた位置にある、大概色合星、NGTS-4 を公転している、太陽系外惑星である。2018年に、地理共和国のパラナル天文台で、太陽系外惑星の観測を行っている、次世代トランジットサーベイを用いて、観測を行ったウォーリック大学の研究チームが、率いる、 国際研究グループによって発見された。大きさは地球の3.18倍で、これは海洋星よりも一回り小さい大きさであり、質量は地球の20.6倍とされている。主星からは約284万キロメートルから離れていないため、わずか約1.3日で軌道を好転しており、表面温度は 1650K に達している。これらの特性から、 NGTS-4B はミニネプチューンやホットネプチューンに分類されると考えられている。密度は3.245グラム毎立方センチメートルと測定されており、これは素性が100%水で構成されている場合もしくは岩石質の核と揮発性の外皮をまとっている場合の密度と一致している。NGTS-4B は 惑星が主星の手前を通過することにより、現行する様子から惑星を検出するトランジット法によって発見されたが、その主星の現行割合は0.13プラスマイナス0.02%しかなく、これまで地上からトランジット法で発見された惑星の中では最も小さい。この割合はそれまで地上からの観測で、 発見されていた、最も主星の現行割合が小さい惑星ケルト -11、B の30%程度であると推定されている。惑星の質量と公転周期の分布を示した図。縦軸が惑星の質量、横軸が公転周期を示している。赤い印が NGTS-4B で、ほとんど惑星が分布していない、ネプチュニアン砂漠に位置していることがわかる。 NGTS-4B の大きな特徴として、この惑星が、これまでほとんど海王星クラスの惑星が発見される、ことのなかった領域で発見されたことが挙げられる。この惑星がほとんど見られない領域は、ネプチュニアン砂漠と呼ばれており、NGTS-4B ほどの規模の惑星が、ネプチュニアン砂漠で発見されたのは初めてであった。従来までは、 このような恒星からの距離が近い惑星は、恒星風の影響を受けて大気が蒸発してしまい、熱い大気を保持し続けることができず、最終的に岩石の核の部分だけが残されると、されている。そのため、海洋星クラスの質量を持つ光天周期が4日未満の、惑星は存在しないと考えられていた。しかし、NGTS-4B は、海洋星や天王星と同様にガスでできた。 固有の大気を持っているとされている。NGTS-4B がネプチュニアン砂漠で熱い大気を持ったまま存在できている原因としては、この惑星が過去100万年以内という比較的最近の間に主星の近くに移動してきた可能性、もしくは本来はもっと大きな惑星であったが大気が蒸発して小型化している過程にある可能性が考えられる。実際に、 NGTS-4B は、主星からの強い極主外線や X 線の放射を受けており、大気蒸発に伴って質量が減少していくとされている。NGTS-4B は、これまで海洋星クラスの惑星がほとんど存在していなかった領域で発見されたことから、研究者からは、フォービドゥンプラネットと呼ばれている。ありがとうございます。